本日は、幕張メッセで開催中の国際ドローン展示に取材に来ています。そして今、クロンドローンさんの、ブースに来ています。そしてこの大きなですね、正方形の周りに一応プロペラがついています。これはフェレックスという商品ですね。そうですね、こちらは物流をコンセプトとした、モックアップになりますが、物流業界の、方と一緒に今考えて作っている内容です。普通のフロントはですね、違ってなんか大型でしょうか。30キロがこれによって運ぶだけですか。そうですね、荷物を一応30キロ運ぶというのがコンセプトとなっています。で、今見えてると思いますが、機体の真ん中がこれ荷物を収納する、この真ん中ですね、これですね。そうなんですけど、こちらを、荷物を乗せることによって中が空洞になりますので、そうするとプロペラを収納できます。収納すると一つの箱になりますので、それが何台も倉庫にスタックしているイメージになります。だからこういったものを物流業界で使っていただくと、物を運ぶときにこの1台を出してそこに荷物を入れる。で、基本的にはある程度もボタン一つでその物流を運ぶというのが一つコンセプトになります。あとベンチによってこれは飛べるわけですか。そうですね、今そうではバッテリー駆動に、バッテリー駆動で、何分ぐらいの感じですか。30分とか1時間とか、そんなに1時間はちょっと難しいですよね。これはまあ、荷物運搬用ですよね。これはですね、高高度特殊測量機と解析して、で、比較をしていくとですね。こちらはですね、首都大学東京さんと合同、共同研究ということで、依頼があってちょっと開発しまして、もともとネパールの大地震の時で、状況の測量機械ということで、ネパールになりますと、高度がやっぱり5000メートル近くになります。ご存知のように5000メートル近くになりますと、マルチコプターってなかなか飛ぶ時間が、バッテリーとかですね、空気が大きくなると、やっぱりプロペラが空気をかけないっていう、飛ぶ時間が非常に短いということですので、私も軽量化かつパワーのある機体をということで、これはで実際ネパールの方で、5500メートル近くでも飛行可能の機体となって実際戻ってきた、実際これ使われた機体となります。5000メートルでも成功した世界初のドローンであると言ってもいいわけですね。これはそれによって、これは撮影用ですね。そうですね、こちらは、カメラの載せますので、写真測量という、この写真測量によってその実際に地震が起きた後の地形を 3D 化することによって、データを取っていくことになります。水上着陸タイプとなります。これは、水上着陸タイプの、プロドローンです。はい、こちら4枚です。どういう仕組みになってるんですか。これはこれ自体は、例えば天候が悪い、ドローンで飛ばすときに問題になるのは天候で、雨が降るとちょっと飛ばせないとかっていうご要望いただいてたので、これはどっちかというと、例えばその小雨であったり、飛ばしているときに多少雨が降っても、飛ばせるようにした。かつこれは水の中に、水の水中を浮くこともできます。これですね。はい、カメラも防水ケースに入ってます。防水ケースね。浮いて、例えば川とか湖の中を映すこともで、かつそれを映したらまた飛び上がることができるような機械です。これはな、これ浮力ですか。そうですね、浮力の役割をしています。あ、そうです。これも、非常に珍しいというか、ドローンで始めたんですけど、初めてかどうかちょっとあれですけど、我々としては自信があってこう今展示をさせていただいています。これはもう実験じゃなくて実用化されてるわけですか。そうですね、実際にも飛ばしてやってますので。